関口ふさお関口ふさおは、実業家、競争場場主。兵庫県天ヶ崎市出身。血液型は A 型。通称は、ふさろう、ふさりー。長男は株式会社、ムター取締役、公益社団法人危機器管理協会理事の関口啓希。次男は株式会社議員代表取締役の関口、自望。天ヶ崎市立天ヶ崎産業高等学校。を。 中退後、2年ほど、個人経営の運送業を営むが、腰の支障により体を崩し廃業。その後、実家の工場、関口工業技術の営業として勤務。1961年に、名古屋に移り、関口工業技術名古屋出張所長になる。1963年に、関西正規を設立し、代表取締役社長に就任するが、1973年に、 倒産。1974年に技術系アウトソーシングの草分けとなる株式会社名古屋技術センターを設立。仕事帰りに他社のオフィスビルにまだ高校と明かりがついている光景を見てアウトソーシングを思いついた。そしてダイレクトメールという言葉さえない時代に大手技術部長宛てに手紙を出してトヨタ、三菱重工業などの大手と契約。 ボーイング社にも招かれボーイング727、747の設計にも参加することとなり、一気に事業が拡大。1980年に代表取締役社長に就任。会社が軌道に乗り始めると競争場の場所資格を手に入れ、ふさおが一番を意味する、ふさ一のカン名の競争場を多数所有するようになる。1996年に所有する競争場、 クサイチ・コンコルドが日本ダービーを勝利した直後、メーテック社長を電撃的に解任され、翌年に東京に技術系アウトソーシングの新会社、株式会社ベンチャーセーフネットを立ち上げ、会長に就任する。同社では1999年の入社式で闘牛を実施したり、2004年の入社式に格闘家、ボブサップを招待し、自ら、 マスクド会としてサップと対戦したりするなど、時代の流行を取り入れた社内イベントを積極的に展開することで注目された。またテレビ出演も頻繁に行い、ミスターオーバンブルマイとも呼ばれた。しかし、1999年8月に新入社員1300人に対して一時帰給させ、2001年8月には待機社員を整理解雇させたことが明らかになっている。 2001年には、無所属で、第19回参議院議員通常選挙、愛知県選挙区から立候補するが落選。さらに同選挙において元ベンチャー政府ネット社員と、関口の秘書であった、選対幹部が、運動員買収、未成年者使用などで、公職選挙法違反による、逮捕、有罪判決を受けたため連座性適用の対象となり、 同選挙区からの立候補が5年間禁止された。2007年には第21回参議院議員通常選挙において比例代表に国民新党から関口ふさを名義で立候補したが、結果は同等の立候補者の中で当選一人に対して第9位の得票数にとどまり、またも落選している。この選挙後に落選したのは 競馬ファンが投票に行かなかったからだとコメントしている。2007年6月13日をもって、VSN の取締役会長を退任し、相談役となったが、1年経たない2008年3月8日に、相談役も退任、同時に VSN 株も手放した。現在は、下記の通り橋としての活動も収束しており、全く表舞台に出ることはない状況である。 2018年5月3日掲載のニュースサイト記事にて、古関口ふ雄氏と表記されているが、詳細は不明。経営者としてのモットーは、とにかく細い道を進め。これは、ビジネスチャンスというものは、まだ誰にも見えていない、そして誰も進んでいない、細い道にこそあるという意味のことを語っている。メーテック時代、同社の女性従業員から、 実家の牧場にいる競争馬を買ってほしいと懇願されたことを契機に馬種としてのキャリアがスタートした。以来、関口の所有馬であるフサイチブランドは中央競馬を中心に活躍馬を送り出した。フサイチ・コンコールドは1996年の日本ダービーにデビューわずか3戦のキャリアで優勝したことで大いに話題を集めた。2000年にはフサイチ・ペガサスが ケンタッキーダービーに優勝し、アメリカ競馬でもダービーオーナーとなった。ケンタッキーダービー制覇は日本人橋としては初の快挙であった。良い馬を買うためには金に糸目をつけず、高い馬ほどよく走るとの持論を展開した。2003年にはサンデーサイレンス最後の参を3億3000万円で落札。同馬は関口がテレビ番組ジャンクスポーツに出演した際に、 司会の浜田正都氏が関口と同じ兵庫県、甘崎市出身という縁で命名することを許可、不採地ジャンクと馬名申請され、また同馬の予託級車を国内外問わず一般公募したことでも話題となった。結果同馬は JRA 立党トレーニングセンターの池江康氏、受長教師によって管理されることになり、当初こそデビュー4連勝で、 サ月賞への優先出走権を得るなどしたがその後は、低迷、船橋競馬へ移籍するなどして6歳まで現役を続けたものの結局生涯勝利数はデビューからの4勝のみに終わり、番組でも4歳以降はほとんど取り上げられることがなかった。翌2004年7月に開かれた北海道、苫小前での競争バセリーチ。 セレクトセール2004サラブレクト搭載場の部においてエアグルーブの2004を4億9000万円で落札し購買。競争場セリーチの当時国内最高額を記録した。同年にアメリカケンタッキー州で行われたセリーチではストームキャットを父に持つ一歳馬をそれぞれ800万ドル、340万ドルで購入した。ミスター関口と命名された前者は アメリカのボブ・バファーと旧社、不再地ギガダイヤと命名された後者は、JRA 立党の森秀幸旧社に予託されたが、いずれもかんばしい成果を上げることはできなかった。所有馬が優勝した際、ファンサービスを兼ねて握手を求める多くの競馬ファンに対して、気さくに握手をするなど、競馬ファンへの意識は高いものがあった。株式会社不動を設立し、競争馬関連情報サイト、 フサイチネット運営。2005年11月3日に、名古屋競馬場で開かれた第5回、ジャパンブリーディングファームズカップは、フードが冠無理協賛スポンサーとなり、フサイチネット JBC として開催されたが、関口は、ファンから、地方競馬の球場を救ってほしいという意見をいただいているので、レースの協賛スポンサーに就任させていただくことにした、と話している。また、 同日の大井競馬場でも1日丸ごとプロデュースを行った。それ以降、地方競馬振興にも力を注ぐようになり、自らの所有馬を岩手、佐賀に予託することを宣言。また、中央競馬からの天球馬を船橋や笠松に預けた。2007年4月28日に開催されたエイ競馬においては、全12レースに協賛。一部を除いた。 地方競馬では馴染みになった個人協賛ではあるが開催前レースの協賛は前代未聞である2007年9月にブルームバーグテレビジョンに出演した際に高額倍の投資はもうやめると発言したのを皮切りに2008年6月には不採地ネットのウェブサイト休止を発表同年10月頃に重症化中は不再地野草等を含む所有馬の数等を突如手放すなど 場シとしての活動を縮小。残り少なくなった所有場から2010年3月には松田国にふさ社に予託していたザサンデーふさいち、ふセブンの2等が大津地方裁判所に差し押さえられ、この時点で経済的に苦境に陥っており場シ活動の継続は厳しいと見る関係者も多かった。2011年9月に JRA に登録されていた 競争馬が登録抹消され、JRA に所有馬はいなくなった。また、地方競馬の所有馬も、船橋競馬場に所属していた不さ地クローバーが2013年8月5日に、地方競馬登録を抹消されたことでいなくなった。これにより、関口は事実上場所から撤退している状態となっている。ありがとうございます。